カロンは太陽系の純惑星である、冥王星の第一衛星かつ冥王星最大の衛星。冥王星の衛星発見時の写真。左の写真に、冥王星と不自然な突起が写っている。カロンは1978年6月22日にアメリカの天文学者、ジェームズ・クリスティによって発見された。その後、冥王星が、冥府の王。 プルートーの名にちなむことから、この衛星は、キリシア神話の冥府の川、アケローンのし森カローンにちなんで、カロンと命名された。なおクリスティは、当初から一貫して、チャロンのチャーを、妻シャーリーンのニックネーム、シャーと同じように発音していたため、これが英語圏で定着して、シャーロンと呼ばれるようになった。2005年10月31日に、新たな衛星が2個が発見されるまでは、 カロンが冥王星の唯一の衛星と考えられていた。カロンは衛星にしては惑星に対する質量があまりにも大きく、また共通重心が冥王星とカロンの間の宇宙空間にあるため、冥王星およびカロンは二重惑星であるとの解釈もできる。冥王星とカロンの交点、内側が冥王星、外側が衛星カロンである。 2006年8月16日から開かれた IAU 総会では 2003UB313 の発見を受けて惑星の定義が議題となった。当初の定義案では 2003UB313 及びケレスと共にカロンも太陽系の惑星に属することとなり、その案が可決された場合にはこれらすべてが惑星に追加されることになっていた。 しかしこの定義案については反対意見が多かったため、修正案が同月24日に採択された。修正された定義では、蒸気3天体のみならず、カロンの母天体である、冥王星も惑星には当たらないとされ、カロンは純惑星の衛星と呼ばれることになった。冥王星と衛星と特に大きい冥王星族の天体、オルクストイクシオンとの大きさ、アルベド、 色の比較探査機ニューホライズンズの接近前でもカロンには大気がないため地上の望遠鏡からでもほぼ正確な直径を求めることができていた。ニューホライズンズの測定により直径が 1208km と再確認された。質量は1 9 0 1 2 1 k g で明王星の7分の1である。赤外線スペクトル観測によって カロンの表面は氷に覆われていることが分かった。この点はメタンに覆われている、冥王星とは大きく異なる。冥王星とは互いに同期回転しているため、カロンは常に、冥王星に同じ面を向け、冥王星もカロンに対して常に同じ面を向けている。よって、仮に、冥王星及びカロンから互いを見たとすると空の一点から動かないように見える。 1980年代後半には、カロンが地球と冥王星の間を通過することにより、冥王星の表面の明るさが変化する様子を観測できた。冥王星が1回光転する間に2回、それぞれ数年間にわたってこの状態になる。冥王星カロン系は、太陽系内で最大の連星系、すなわち重心が主天体の地表の外にある系の中で最大のものとして、 注目に値する。このことと、カロンの直径が冥王星の半分以上もあることから、天文学者の中には、冥王星カロン系を二重惑星と呼ぼうと考えるものもいた。カロンは、平均密度が2 2 4ー,ートルあり、冥王星の2 0 5ー,ートルより大きい。これは、メタンなどの軽い物質に対する、 水の氷の割合が多いためと思われる。なお、表面に氷が存在することが1999年に確認された。また、かつて地下に海が存在した可能性が示唆されている。現在、冥王星とカロンは常にお互いに同じ面を向け安定した深淵の軌道を回っているが、この状態に至るまでにカロンは細長い楕円軌道を回っていた時期があったと。 考えられている。そのような時期には、超汐変形で熱が発生し、カロン内部に液体の海が存在した可能性もあるという。研究者の中には、冥王星とカロンは、過去にはトリトンと共に海王星の衛星であり、衛星同士による重力相互作用により、海王星を交点する軌道から弾き出されたという仮説を立てている者も,もいた。 海王星の最大の衛星であるトリトンは、大気や地質学的蘇成が冥王星と類似しており、過去には太陽を公転する太陽系外縁天体だった可能性もある。しかし、今日では、冥王星は海王星を公転していたことはなかったということが、広く受け入れられている。2005年に発表されたロビン・キャヌプによるシミュレーションによると、カロンは地球の月と同様に、 約45億年前に大衝突によって誕生したと考えられている。シミュレーションによると、冥王星の場合には直径が 1600km から 2000km ほどある他の太陽系外縁天体が秒速 1km ほどで衝突したとされた。キャヌプはこのような衛星形成の過程は初期の太陽系では一般的だった可能性があると推測している。 ニューホライズンズの観測によって、これまで謎だったカロンの地形が明らかになってきた。カロンの北極付近には3 0 0キロメートル以上に渡って暗い領域があり、研究チームの間では、黒い国を意味する指輪物語に登場する名王サウロンの地にちなんだモルドールの愛称で呼ばれている。北極が暗い原因はまだわかっていないが、 暗い物質が地表に存在しているためだとされている。さらに右上のカロンの画像の下側には長さ1 0 0 0トルにもわたるグランドキャニオンよりも巨大な谷や深さ7から9トルの深い谷も映っている。さらに冥王星と同様クレーターは少ないという特徴も見られる。これらのことからカロンでは名王星と同様地殻変動が起きている可能性もある。 しかし冥王星と同様、地殻変動の起こる内部の熱源の原因になる、はるかに大きな天体がないため、これらの地形は、他のプロセスを経て形成されたと推測されている。カロンの地形図、ありがとうございます。